皆さん、こんにちは。本日はですね、2024年、1月21日日曜日です。本日ですね、私ですね、群馬県、渋川市にあるですね、JR 淡路線、金島駅の方に、行きまして、でその金島駅近くの、温泉に入ってくるっていうちょっとプチ旅行をしたんですけど、その帰り道ですね、帰る時に、都市部じゃあんま見ないようなね、ちょっと珍しいね、切符をね、買ってきたんでね、ちょっと皆さんにね、お見せしたいと思います。こちらです。よし、いいね、金島から高崎510円、ゲサジェント向こう、新米橋運輸区538円ですね。これどういうことかっていうと、これどういう切符かっていうと、これ車掌さんから買った切符なんですよね。これレシートみたいにペラペラな、ちなみに裏白くてね、自動改札機取れないです。車掌さんからね、切符買ったんですよね。で、よくみんな普通、大体の人たちは電車乗るときって、IC カードの話はしないですけど、ちょっと今回切符買って、自動改札機入って、で、持ち着いたら自動改札出るみたいな。切符入れて自動改札出るみたいな。そういう乗り方してると思うんですけど、ちょっとこの、帰り乗ったね、金島駅っていうのはちょっと特殊で、金島駅、無人駅で、で、切符が売ってないんですよね。切符売ってなくて、その代わり乗車駅証明書発行機っていうのと、なんか収札箱、いらなくなっ使い終わった切符を入れる箱しか置いてないんですよね。で、その先で言った、この乗車駅証明書っていうのはどういうものかというとですね、こういうやつ、こういう券をね、ちょっと取って乗るんですよね。このバスの整理券みたいな。で、ここに書いてる通り、車内または、下車駅で運賃をお支払いしてくださいということで、路線バスみたいな感じで、この券を取って、降りた駅で運賃を払うっていう感じなんですけど、ここに、それ、ここに書いてる通り、目的地のね、駅、今回高崎だったんですけど、高崎駅で降りて、運賃払うっていうのでもなかったんですけど、ちょっと、車内でも生産できるっていうことでね、ちょっと、今回ね、買って、ちょっと車内でね、切符買ってみました。買ってみましたってなんだ。一緒だ。社内で買いましたと。ここに何があったっけ。で、ちなみにですね、どのタイミングで買ったかというとね、で、この切符をですね、やりはるちゃんに、金島から駅から隣の渋川駅に行くまでの間に買ったんですよね。ちょっとね、理由としてはね、ちょっと、金島駅から渋川駅の間でね、乗車時、走行時間長いんで、ちょっと車掌さんがちょっと、時間あるタイミングでね、買いました。もっと南側行くとね、駅間が短くなってって、走行時間が短くなるんでね、そのタイミングで買っちゃうと、ちょっと忙しさせちゃうかなということで、ちょっとね、期間長いうちに買いました。よくね、最近よく、例えば JR 水戸線とか、宇都宮線の宇都宮から黒磯の方とか、で、最近、ワンマン化っていうのが行われてるんですよね。
なんか車掌さん、あの車掌、車掌さん乗らないで運転手さんだけが運転するっていうタイプの列車がよく運行されてるんですよね。あの栃木とか茨城の方って、うん、あのそういう列車だと、あの無人駅から乗った場合でも、あの車内で切符買うってことができないんですよね。まあ、普通に車内、あの無人駅から乗って、で降りた駅で、あの運賃支払うみたいな風な感じで、あの、まあ、乗るんですよね。うん、車内で買うってことがね、あのないですよね。ですけど高崎はまだね、あの車掌さん乗ってる、郊外にもね、車掌さんが乗ってる、まあ列車があるんで、あの列車があるんで、まあ車内で生産することができます。うん、まあでもいずれね、高崎もね、多分新しい車両が入るタイミングぐらいでね、あのワンマン化やると思うんでね、あの吾妻線内で、吾妻線の電車の中で、切符買うっていうのがね、多分今後、まあ多分数年後には多分できなくなってるんでね、ちょっと今のうちに買ってみました。はい、まあというお話でした。はい、ご視聴ありがとうございました。